2月4日、愛媛大学で地球温暖化対策フォーラムが行われました。これは温暖化について市民に関心を持ってもらおうと、環境モデル都市に指定されている松山市が愛媛大学と共同で行っているフォーラムです。この日のテーマは水素エネルギーの利活用。フォーラムではまず株式会社谷グリーンエネルギー研究所谷義勝代表取締役が講演を行い、世界での水素エネルギーの使用例や北九州市での活用例、水素ステーションを拠点とした利活用構想など、山口県と周南市における産官学の活動などを紹介しました。また、愛媛大学大学院理工学研究科、板垣義輝特任教授が、燃料電池の仕組みや、高価な白金を触媒として使用しない、燃料電池の構造などを説明しました。行政機関や市の職員も参加したパネルディスカッションでは、国が FCV 燃料電池自動車やエネファーム家庭用燃料電池など水素エネルギーの普及を目指していることを報告しました。新たなエネルギーとして期待される水素エネルギー、私たちも活用方法に関心を持っていきたいですね。